ラジオ高等時刻は10時になりました。みんなで作る伝統未来水彩都市高等ラジオ高等。この番組は区政情報、さまざまな街の話題をお伝えします。こんにちは、望月香織です。本日はオリジナルラジオ番組を作ろう、中学生放送研究会小学生放送クラブをお送りします。ラジオ高等、この番組は江東区の制作でお送りします。ラジオ番組を自分たちで制作し放送する中学生放送研究会小学生放送クラブ。ラジオ番組の企画、取材、収録などを体験し、区政や町、そしてラジオへの興味を持ってもらおうという取り組みです。なお、制作にあたっては新型コロナウイルス感染症対策に十分配慮して行っています。さて、今回は小学生放送クラブ、第五砂町小学校6年岡森光太くん、5年清水青くんの2人がキバスタジオから生放送でお送りします。それではスタートです。青のりとコロッチの朝から特盛りラジオ。自分たちが考えたランキングを2つ発表します。まず1つ目は YouTuber ランキングです。第5位ははじめ社長です。はじめ社長はお金を使った企画をいっぱいしていて、一番印象に残っているのは24時間エレベーターにいるです。これは普段できないことなのでとても楽しかったです。第4位はヒカキンです。ヒカキンはいろんなジャンルの動画を出していて、その中で好きなのがヒカキンがマイクラを実況しているヒカクラです。僕もマイクラが好きでヒカクラ1から見ていて、今はヒカクラ2を見ています。第3位はソラビビです。ソラビビは普段ゲーム実況をしている人ですが、たまに茶番というコントみたいなアニメを出していて、それが好きです。キャラクターはゴリラのゴリ君とピンク色をしたカービィと蜂蜜が好きなプーさんです。とっても面白くて好きです。第2位はマエスケです。マエスケはいろんなゲーム実況をしていて、とても編集が面白くてとても好きです。第1位はサワヤンゲームズです。サワヤンゲームズはサワとヤンで活動をしており、サワとヤンは兄弟で、ヤンは弟、サワは兄で、サワヤンゲームズ、サワヤンチャンネルと2つのチャンネルを持っていて、サワヤンゲームズは特にサワがゲーム実況をしていることが多いです。サワヤンチャンネルはヤンが兄のサワにドッキリを仕掛けてリアクションが面白いです。はい、 YouTube 好きな YouTuber ランキング5位まで発表してもらったんですけど、すごいなんかね、私もはじめ社長とヒカキンは分かるんだけど、他の3組が初めて聞きました。主にゲーム実況をしているチャンネルなんだね。あ、そうです。ってことは2人はゲームも好きなんだ。好きです。なるほど。 YouTube は1日どれぐらい見てるのかな、なんとなく1時間ちょっと、1時間ちょっとぐらいで、学校でお友達とこの YouTube 面白いよって話もしたりしてるのかな。はい、たまに。そうなんだ。なんか友達がおすすめしてくれた YouTube を見たりっていうこともしたことある。あ、多い。あ、そうなんだね。じゃあもしかしたら今日このラジオを聞いてね、同じ小学生が、あ、見てみようかな、聞いてみようかなって思ってるかもしれないね。はい、はい、じゃあもしね、またおすすめ YouTuber とかいたらぜひ私にも教えてほしいです。はい、はいはい、ではここで今日1曲を流そうと思っているんですが、その曲紹介をお願いします。はい、この曲は僕が好きな YouTuber ストプリのメンバーリーネのアルバムの曲です。この曲は明るい曲なので元気になれます。
では聞いてください。リーヌでシャッターチャンス。ラジオ高等、本日は小学生放送クラブ第五砂町小学校6年岡森光太くん、5年清水碧くんの2人がキバスタジオから生放送でお送りしています。それでは後半戦お願いいたします。次は2人で考えたゲームランキングを発表します。早速第5位はダダダダダダダン、スマブラです。スマブラは任天堂のキャラは集結して戦うゲームです。キャラクターによって使える技が違い、攻撃をすると吹っ飛び率が溜まって吹っ飛びやすくなり、場外に飛ばして戦うゲームです。第4位はダラダラダン、マイクラです。マイクラは四角いブロックで世界を作るゲームです。四角いブロックのキャラクターがいるので少し可愛さもありおすすめです。クリエイティブモードとサバイバルモードに分かれており、サバイバルモードは HP、 体力がモンス減り、夜になるとモンスターなどが湧き出てダメージを与えるのでちょっと怖くてスリのあるのでおすすめです。クリエイティブモードはいろいろなブロックを出せるので何でも作れます。第3位はにゃんこ大戦争です。にゃんこ大戦争はにゃんこをモチーフにしたキャラクターたちが未来、宇宙、日本などを侵略していくゲームです。にゃんこ大戦争にはガチャがあり、ガチャの中にも超激レア、伝説レアなどがあり、超激レアはたまににゃんこをモチーフにしたキャラクターじゃないのがいっぱいいて、それもかっこいいからおすすめです。第2位はフォートナイトです。フォートナイトは100人中の1人を競うバトルロワイヤルゲームです。他にもクリエイティブモードがあり、クリエイティブモードは作者たちが作ったアスレチックゲームなどをいろいろ遊ぶことができます。操作方法がむずいので面白いです。第1位はフォールガイズです。フォールガイズはビーンズたちをモチーフにしたキャラクターたちが60人中1人になるまでを競うアスレチックゲームです。ロジック、レース、サーキット、サバイバルなどがあり、ロジックは記憶力などが試されるゲームで、サバイバルは決められた人数が死ぬと生き残るゲームです。サーキット系は同じコースを2周や3周走ることで決まります。はい、ゲームのランキングを発表してもらいました。すごく私も楽しんで聞いたんですけれども、スマブラっていうのは何の略だっけ？スマッシュブラザーズ。スマッシュブラザーズ。マイクラは？マインクラフト。マインクラフト。あ、スマッシュブラザーズはスマブラ。マインクラフトは略してマイクラ。もう友達同士でお話するときももうその略で話してるんだ。そうなんだね。にゃんこ大戦争はね、私スマートフォンではやったことあるんだけど、それは任天堂スイッチか何かのソフトなのかな。でもでもできるんだ。あれも面白いよね。でね、フォートナイトは私今ねすごくハマってやってます。あの4人でね組んでやってるんだけど、建築がうまくできない。今度教えてください。で、1位のフォールガイズっていうのを初めて聞いたんだけど、ビーンズをモチーフにしてる。なんかお菓子の。お菓子の、へえ、それがキャラクターとして動いてる。なんかゆるキャラっぽい感じ。へえ、それも生き残りをかけて戦う。あ、ちょっとね、フォートナイト好きだからきっとそれも私好きだと思うのでやってみます。ありがとう。スイッチでやってるならなんか無料ダウンロードとかできるか。本当に？いや、いいこと聞きました。ありがとう。これね、聞いてるみんなもねきっと、あ、小学生って今こんなのが好きなんだってとても興味深く聞いてたと思います。さあ、それではですね、雰囲気がらりと変わりまして、今日は夏ということもあり、2人がなんと怖い話を用意してくれたんですよね。はい、はい、じゃあ早速怖い話を紹介してもらいます。それではお願いします。夏にぴったりの怖い話を紹介します。一人増えてるです。関西在住の友人 K さんから聞いた不思議な話だ。 K さんが社会人になりたての頃、小学生時代の友人から
食事会の誘いがあった。その日は特に用もなかったので、仕事が終わるとすぐに向かい、男4人、女4人で飲み食いして騒いでいた。時期にお開きとなったが、全員名残惜しそうにしている。しかし男性のうち2人が、今から友達に返しに行かないといけないものがあるという。そのまま二次会へと流れ込もうとしていた矢先だったので、残念がっている2人はこう言った。一緒に来る？まあ車で行って帰ってくるだけだけど。軽い調子で誘ってくれた。それではと車に乗り込み、 K さんと女性1人が2人についていくことにした。そこから車は滋賀県方面をひたすら走っているようであったが、 K さんは途中から眠くなり、シートにもたれてうとうととしていた。正直なところ、単純に夜のドライブが目的で、何をどこに返しに行くのかなど、Kさんにとってはどうでもいいことだった。それからしばらくして、ある町の一角で車は止まった。眠い目をこすりながら外へ出てみると、何かのお店のようだ。すでに日付が変わる深夜、当然ながら明かりは消え、店はシーンと静まり返っている。ところが2人の男たちは、まるで自分の家に目を入っていくように引き戸を開けて平然と入っていった。K さんと女性も2人に続いてく。店の中は寿司屋のような感じであり、入って左手にカウンター、その奥には厨房があるようだった。右手には広いお座敷があって、そこからは奥は暗くて視界が届かない。おるかな？寝てるんちゃう？男性たちがひそひそとそんなことを囁き合っている。それを聞いた K さんたちは、そこが住居兼店舗なのだと思った。それにしても店の暗さは尋常ではなかった。外の方がむしろ明るいくらい、店の中は闇が支配していた。明かりをつけないまま、男性たちは右側のお座敷に上がっていった。つけるようにして、K さんと女性もお座敷へ上がるが、何とも言えない不安が K さんに押し寄せた。誰かが現れるわけでもなし、当初言っていた何かを返すわけでもなし、一体ここで何がしようというのか不安は積もる一方だった。ふと K さんが男性の一人を見ると、どこから出してきたのかクシュクシュとした何か黒い塊を広げている。その男性が久しぶりにやろかと言うと、もう一人の男性もおうと返す。そこから二人はとても不思議な説明をしだした。その塊を広げると、まるで毛糸のようなもので作ったリング状のものが現れた。そのリングが4重になっており、5、6センチ間隔で何か止めてある。リングの直径は1メートルぐらいで、見たこともない不思議な物体だった。一人ずつこれをくぐると一人増えるから。え、どういう意味？ K さんは何度か聞き返すが、返ってくる答えは、この輪をくぐると一人増えるとだけ。要するに、全員がその輪を頭からくぐり終えたとき、もともとそこにはなかったはずの一人が増えているというのだ。そんなの怖いことは嫌だ。まず女性がいい、K さんも反対した。ところが男性陣は、やらないと送らないだと言い出し、 K さんも女性も半ば強制的にその妙な儀式に参加する羽目になった。順番は忘れましたが、くぐった瞬間、一人の男性の腕を掴んでいた私の目をつぶりました。怖さを紛らわすために、私と女性はわざと明るく振る舞っていました。女性はキャーキャーと言って怖がり、それを見た男性陣が笑ってからかうという、おかしな時間が過ぎていきました。すると不意に男性が K さんの肩をつかみ、じっと顔を寄せてきたのが分かった。その瞬間、 K さんはすぐにおかしいと感じた。女性の匂いがするんです。昔お土産でもらった覚えのある匂い袋の香りが。直後に K さんの頭の中にはっきりとある画像が浮かんだ。薄紫色の和服をまとった女性の後ろ姿、それもうなじが異様に長い。その人が後ろ姿のまま私の背中に迫ってくるというイメージが湧き、恐怖が爆発しました。その瞬間、ちょっと待ってと、K さんは叫び声を上げ、みんなを押しのけて店の外に飛び出た。そこで妙な儀式は終わり、男性たちに自宅近くまで送ってもらい、事なきを得たという。その男性たちにそれ以降会うことはなかったが、K さんはその時一緒だった女性に後日その時のことを聞いてみた。確かに一人増えていた。女だったと思う。そう言っていたという。
怖い結構本格的なの持ってきたね。ねえ、これ怖い話を選んだのはどうして？夏だから。夏だからゾワってゾワって涼しくなる。はい、いつもあの怖い話とか読んだりとか映像見たりとかもするのかな、二人は？あ、します。全然大丈夫。まあ、まあ、たまに怖くなる時は。たまに怖くなるよね。いやでも本当に夏にぴったりだったね。ちょっとゾワッと、読んでてゾワッとしなかった？大丈夫？さあ、しなかったしなかったか。いくつかこう候補があったのかな、怖い話は。あ、はい、その中からこれにしようって。そう、うわー、ナイスセンスでした。しかも読み方もね、ちょっとこわめに読んでいて工夫してたね、はい、いやちょっと怖かったよ、びっくりした、はい、ありがとうございます。さあ、前半とね、後半でガラッと雰囲気が変わりましたね。ここからアフタートークということで、今日のね、感想をお二人に聞きたいと思いますが、まずはこうたくん、今日ね、はい、実際生放送どうでしたか、やってみて？いや、最初は緊張してたけど、なんか途中から楽しくて。あ、いいね、うん、楽しくなってきた、はい、はい、またやりたいかな。はい、あ、よかったです。では、あおくんも今日やってみてどうでしたか？今日計画立ててきたので、ちょっと面白くて、うん、なかなか自分ではうまくいったと思います。よかったです。もう大成功でしたね。ありがとうございました。あっという間にお時間になってしまいました。ぜひまた機会があったらお二人で参加してください。はい、本日は、オリジナルラジオ番組を作ろう、中学生放送研究会小学生放送クラブをお送りいたしました。みんなで作る伝統、未来、水彩都市、高等、区政情報、さまざまな町の話題をお伝えしますラジオ高等、そろそろお別れの時間です。今後もどうぞお楽しみに。お相手は望月香織でした。ラジオ高等、この番組は江東区の制作でお送りしました。